はい、こちらもね、先ほどから紹介させていただいている難波小田ロード周辺で買ってきた20円ワゴンセールの時に買ってきたんですけどね、こちらもね、僕はうーん、先ほどから説明している風が強かったからね、これを買い物している、まあこちらですよね、これ全部下の方20円ワゴンセールの時なんですけど、多分確かね、雨降ってたかどうかはちょっと記憶がはっきりしないんですけど、風はほんまに異常にきつかったんですよ。ほんで、もうね、ワゴンセールのそのワゴンもね、ワゴンが傾いてて、腰が痛くなるようなね、そのワゴンの置き方してるから、もう環境が悪くてね、とにかくもう早くささっと帰ろうっていう意味で、いつもだったらね、これ出来が良くて可愛くても、20円でもね、あんまり買わないタイプなんですよ、私は。けど、まあ、これ今回買っちゃったんですけどね。まあ、でも買ったら買ったでこれいいんですけど、これほら、めちゃくちゃ可愛くてめちゃくちゃ出来いいですよね。ね、ほら、ちょっとだけほら、パンチラもあるんで、これね、よかったら、先ほどからね、言ってるやつなんですけど、これもね、わかる人があったら教えてください。これね、リボンが4つあるんですけど、ほんで腕組みしててね、ほんで目がはっきりして、なんか可愛らしいんですよ。でね、これね、首が取れるんですよ。まあ、何でも首は取れるんですけど、ひょっとしたら、あ、そのおかしくないですよね、これ。え、おかしいですか、これ。え、なんかこんなキャラクターいません？え、ちょっと待ってくださいよ。これはおかしいな、もう。あ、あ、これ、取れない？取れないで、ごめんなさい、どうでもいい。でね、まあしょうもないことしたんですけど、これ本当になんか雰囲気抹茶に似てますよね。コントでやってたダンスの先生のコントね。うん。まあこちらもだいぶしょうもないこと、いらんことしたんですけど、裏見てもね、わかんないんですよ。何かね、ちょっとでもキーワードあったら僕そのキーワードから探して、あ、これはあれなんだ、これなんだって分かるときあるんですけど、これね、なんもね、キーワードがないんですよ。どこにも何もね。これね、分かる人がいたら教えてください。はい、こんな感じでね、たまに助けてほしいときの動画も、動画をアップしてますので、もしね、私のこのくだらない動画をね、見てくださって、心広い人がいたらね、どうぞ私の、チャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いいたします。